はい、前回の続きですね。近傍形は一つの位相構造を定めるの2回目ですね。近傍形はですね、回収合計を定めますよということですね。で、定理の証明をします。どんな定理か。large X、これは集合ですね。位相空間とは限らない一般の集合、large X に対して、その2の元 small X に対して、左の V1 から V4 の満たすような X の部分集合属の VX、これは空じゃないと。空じゃない部分、空じゃない X の部分集合属が存在するとき、丸1番、X に位相構造が定まりますよと。で、2番、それは1位に決まりますよ。で、3番、で、VX は、位相構造を定めたわけなんで、その位相構造によって近傍形というものは定義できるわけだけども、この VX はその位相による近傍形と一致しますよという、この3つが言えるということを証明します。で、左の、条件 V1 から V4 を細かく見ていくと、 V1 っていうのはこの VX の元 V っていうものは X を必ず含んでますねと。で、VX の元 V を含むような V ダッシュっていうものが存在したら、この V ダッシュも VX の元ですねと。V1、V2 っていう VX の元があれば、そのインターセクションをとっても VX の元になりますねと。で、4番、VX の2の元 V を取ったときに、ある W っていう VX の元が存在しますよと。で、それは以下のようなことが成り立ってますねと。W の2の元 Y に対して VY っていうものを考えると、こちらの V っていうものは VY の中に含まれてますねとか、必ず含まれてますねと。以上、この4つですね。この4つを満たすような集合属のさらなる集合が存在するときに、X に位相構造を定めることができて、1位に決めることができて、この VX はその位相による近傍形と一致するということですよね。だから、まあ結局一致するんで、このようなね、VX を、まあ近傍形というふうに、X の近傍形というふうに言う場合もありますよね。はい、じゃあ早速証明の方入っていきたいなというふうに、思います。まずはこの1番ですね。X に位相構造が定まりますよということを証明します。で、じゃあどういう位相構造が定まるのかと。だからまず回集合形を定義するわけですね。で、O としてですね、そうですね。N と。N はまあ X の部分集合なんだけども、どんな n かって言ったらば、x が n に属するならば、n っていうものは vx に属してますよと。まあ、これ前回やった回集合の特徴付けですよね。近傍形による回集合の特徴付けですよね。つまり2の n の元 x に対して、n っていうのは vx に属してますね。x の近傍形に対して、この n は属して、x の近傍形に n 属してますねっていうのが回集合の、位相空間における回集合の特徴付けになってたということをお話ししましたけども、まあそれを使いましょうと。当然これを回集合というふうにしましょう。ただこれだと、ね、空集合が入ってないので、まあ、空集合も入れときましょうということですね。で、これを O とします。で、これが回集合形の、条件を満たすということを証明します。まず1番、全体集合、空集合がこの O の元になってるってことを言うと。で、空集合は定義からもうこれ含まれてますから、おっと、これね、はい、定義よりということが言えましたと。で、じゃあ、large X、このベースセットになるような X も、O の中に含まれているということを言いましょう。で、これはまあ勝手になんか、small x として large X の元を取ったときに、まあ、勝手に取ったときに、まあ、これって条件から空じゃないので、何か V があるわけですね。存在しますよと。で、この V は当然 X に含まれてるから、こちらですね、2番ですね。
V により VX の弦 V を含むような V' は必ず VX の弦なんで X が、VX の弦になってるっていうことが言えて O1 は証明終わりですね。次 O2 ですね。で O2 はですね、インターセクション、O の2の弦 N1、N2 を取ったときにとすると N1 と N2 が N1 と N2 もまた O の弦になってるってことを言えばよろしいということですよね。でこれを証明してみましょう。を言うと、まあ、なんとならばと、そうですね、まあ言うためにどうすればいいかって言ったらば、こちらですよね。赤で書いていきましょうか。だからですね、N1 と N2 もまた N1 と N2 の2の弦を取ったときに、N1 と N2 がその2の弦スモール x の VX の中に入っていることを言えばよろしいということで、まずじゃあ N1 と N2、O の弦 N1、N2 勝手に取ってきましたよ。で、X が N1 と N2 の弦だとしましょう。そしたらば X は N1 かつ X は N2 ですよね。で、仮定から N1 と N2 は O なんで、 O の弦ということはこちらの条件を満たしているわけだから、X じゃないですね、 N1 っていうのは N1 っていうのは VX の弦でもあるし、 N2 かつですね、 N2 っていうのは VX の弦でもある。としたらば、ここに条件3番があるんで、V3 があるんで、V3 があるんで、V2 っていうのはまさしく、V1 と V2 が VX の弦だったら、V1 と V2 のインターセクションも VX なんで、3番より N1 と N2 のインターセクションも VX の弦になってますねということが言えました。とするとですね、こちらが言えたわけですね。N1 と N2 のインターセクションに対して、2の弦 X、N1 と N2 のインターセクションの2の弦 X に対して N1 と N2 っていうのはそのスモール X のを使う、VX の弦になっているということが言えたんで、証明終わりということですね。だから O2 も言えたと。インターセクションもまたこの O の中に含まれてますねと。で最後3番ですね。3番、はい、N ラムダという、O の弦を取りましょうと。で、まあ、ラムダはラージラムダによって添え付けられてますねと。でこちらの無限はまあ加算無限、有限でもいいし加算無限でもいいし非加算無限でも OK ということになってますね。でこちらは何を言えばいいかって言ったらば、まあね、の時にラージ N と、ラージ N を N ラムダのユニオンとした時に、これはプット、こういう、プットと、ちょっと見えなくなっちゃったんで、まあプットはもう書かないんですけども、ラージ N を、N ラムダのユニオンとして表した時に、このラージ N っていうものが、2の X に対してこうなっていることを言えばよいと。じゃあ証明しましょうね。で、こちらね、このラージ N がこの条件を満たせばいいと。まさしくこれですね。X が N の弦であれば、X がラージ N の弦であれば、ラージ N っていうのは VX に含まれてますねと。
だからまず x を勝手に取りましょうと。n とすると、これユニオンなんで、n っていうのは n ラムダのユニオンなんで、ラムダ0というものがあって、x っていうものは n ラムダ0の中に含まれてますね、ということですね。で、n ラムダ0自体は、これはもう定義から O で、で、こういう n ラムダのようなもののユニオンでラージ n が構成されているわけだから、まあ、明らかに n ラムダ0っていうものは n に含まれている。で、というとですね、これはですね、もうこちらですよね。2番ですね、2番。さっきも使ったんですけども、 v を含む v ダッシュっていうのは、 v が vx の元で、 v ダッシュが v を含んでんだったら、 v ダッシュは vx の元になっちゃうということで、n ラムダっていうのが o の元で、o の元っていうことはこの条件を満たしてるわけですよね。で、 n ラムダ0っていうのが n に含まれてるわけなんだから、2番より n が vx の元だということが分かったと。つまり、x っていうものを取った時には、ちょっと分かりづらいんで、これは青で書こうかな。ラージ n の元、2の元 x を取ったらば、この n っていうものは vx のこの x ですね。この x と x ですね。vx の元になってましたっていうことで証明終わりということですね。だからまあ比較的簡単にですね、この vy、v2、v3、v4 で、実はまあ v1 と v4 使ってないんですね。v2 と v3 だけで、このように定義した O によって、この空間、ラージ X というものに位相構造が入る、まあ、回収合計を定めることができたということが証明できました。で、今1番が終わったんで、次、丸2番、丸3番の証明をしていきます。引き続きご覧いただけたらと思います。